はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら、今回やっていくのは、ランマ2分の1、囚われた花嫁、囚われの花嫁をやっていきたいと思います。はい、スタート。俺は100点を取るぜ。かっこいい。ナビキ、ランマ君を起こしてきてちょうだい。いやよ、これからブローしなきゃいけないんだから。ランマ君の世話なら茜の役目でしょ。いやよ、私だって遅刻しちゃう。茜、お願いね。おー、ランマ、起きなさいよ。今日は早く学校に行かなきゃいけないのよ。なんでだよ。頑張ったら聞いてなかったの？今朝は特別な朝礼があるって校長が。興味ねえよ。俺遅刻してっからよろしく。あ。冷てえ。何しやがんだよ親父。女ランマ来た。目が覚めた？たるんどる。喋ったぞ今。てめえの放題。懐かしい。お、うん、かわいい。アドベンチャーゲームランマに、あ、あ、動かせる。いつもより早起きしたランマとアカネ、二人は急いで学校に向かいます。あ、このナレーションね。はい、ナレーション6つ。ん、何、左上のやつ。話す親父アカネ。なあアカネ、特別な朝礼って何なんだ？何だろう。だったら聞いてなかったの？研修旅行の行き先を発表するって校長が言ったじゃない。研修旅行、うん、何の研修だろう。ん、あー、うちの学校に研修旅行なんてもんがあったのか？あったっけ。校長の意向で今年から始めることになったんですって。まあ変人だからな。始めるのが生きがいなあの校長にしちゃ随分物分かりがいいじゃねえか。うん、ねえ急ぎましょう、遅刻しちゃうわよ。パイナップル投げてくるからなあいつ。あ、おお、あ、コントローラー、ちょっと待って。え、いや違う、コントローラー、やばい。移動は足だけ。うん、かわいい。わかった。ちょっと走るぜ、あかね。待ってよ。あん、あんなんてそんな言わないでしょ。囚われの花嫁って言って誰でしょうね。このランマ2分の1のランマガールズ、誰が一体
囚われるんでしょうか。楽しみです。風林館高校の校門の前です。変なのがいるな。もうすでに何あれ、目隠ししてんの。見る校門、校門ね、うん、校門の上に誰かがいる。うん、いるね。見る、もう一回見る。あ、校門。あ、もう喋ってくれない。話す。あかね、あかね、校門の上に変なのがいるぜ。ただのちんどん屋さんでしょ。ちんどん屋ってなんだろう一体。まあいいや、この時代にちんどん屋いるのか。話す。あかねじゃない、セーブじゃないよ。あ、セーブできるんだすぐに。ちょっと待って。ああ、まあすぐにはしないけど、ちょっとやめて。見る、ちんどん屋。女の子にだけビラを配ってるぜ。これランマの声の人かっこいいな。ちょっと話す。ちんどん屋、そこで何やってんだ。シカトスルー。あ、一緒か。ちんどん屋。ただのちんどん屋には見えないぜ。ランマ、早く学校に入りましょう。ちょっと待てよ、アカネ。すごくなんかナルトマークがあれだよね。次に行ってくださいっていうマーク。あ、ラーメンか。あ、シャンプーの店の名前忘れたけど。ん？話すのか。なんとか言えよ。ランマ、かまってないで早く行きましょう。それさっき聞いたっけ。おお、これはまたキュートでスイートなお嬢様。ん？これシャンプーじゃないや、リンスの声じゃねえ。ただこれよ、なんだろう。アカネ、見せろよそのビラ。いいわよ、こんなのいらないわ。なんだろう。あ、こっち見てる、チラ見してる。見る、ビラ。どれどれ、一体何を配ってたんだ。コーラ。ん？ちんどん屋がくれたビラです。見る、ビラ。さっきしたよそれ。何何？彩色券、彩色券美よ。そうそう、分かってろ。彩色券美、彩色兼備のあなた、三白帝様の花嫁になってみませんか。三白帝、中国の人かな。ん？え？近年まれに見る超山残しこれを見逃す手はない。一回でやってくれないんだこれ。もう一回一回やボタンを押さないと。うん、超玉の腰だってすっげー。え、これを見るのが捨てはない。あ、見逃す手はない。うん、ビラ3回目。昼寝メイド付き各種保険完備、ご連絡は宝級のチャーシューまで。アホー、アホ級、アホ級、もうすでにアホやな。なんだこりゃ。そうそう。考える、考えてみよう。かわいい。ビラの内容。どうやら花嫁募集のビラらしいが。ん？あ、ダメか。
じゃあ移動しよう。体育館。いけねえ、遅刻しまうぜ。かっこいい。あ、ここは喋んないんだ。え、あ、ナレーションが、ランマは、朝礼の行われている、体育館に駆け込みました。丸。お、校長。1年生の皆さん、レセントメケアフリー編集旅行の行き先決まりました。行き先はなんと、お、中国4000年的ん歴史、4000年の歴史、中国です。歴史の歴ってあんな字だっけ。中国だって。中国に行って何日間を探せば男に戻れる。男に戻れる、戻らなくていいよ。ん？あ、ランマたちは、舞台の校長に詰め寄りました。見る。校長。ハワイ帰りの変態校長め、何か企みはしねえだろうな。話してみよう。校長。ああ、校長、中国って言うと本当の中国なんだろうな。そうだぞ。私の言葉に嘘偽りなど絶対にありません。絶対嘘だわ。なんか裏ありそうやな。よいしょ。あかね。本当かしら、信じられないわ。信じられねえ、校長だもん。一緒か。ただし条件があります。何？旅行に行けるのは、行けるのは今度の期末試験で成績が優秀だった男女一組、名付けて中国ハネムーン旅行。ん？1位取れと。ランマ無理だろ、格闘バカだもん。ダディ、ハネムーンはこの縦脇がもらった。縦脇来た。苦悩っていうか無能だよ。こいつでお下げの女と二人きりのハネムーンが目の前にいるけどね。ん？ああ、ない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 。苦悩を立てない。いやいや、天道は金も捨てがたい。よし、どちらも連れて行く。アホだ。それなくても金持ってるから行けるだろお前。いや、アカネに喋ろう。お下げの女って言うと、女の子の時にランマのことでしょ。久能先輩、ランマとお下げの子が同一人物だって気がついてないのよ。聞こえてんだろ、気づけよ。おめえは2年生だろうが。ふん、ハネムーンに学年など関係あるか。校長の息子の特権だ。特権ならそれなくてもいけるだろ。ほざくんじゃねえ。え、どうすればいいの。あ、金か。一緒じゃないか。また工藤と喋んないといけないのか。誰がおめえとハネムーンなんか行くもんか。行くもんか。ゾワ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 。なんだ？あ、読み忘れた。お、こだち。
お前別の学校だろ。アホ兄弟。ん？おお。すげえ。いいよ。ゾワ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 。ん？子たちはいきなりランマに抱きついてきました。見る。あかね。あかねちらみ。ランマちょっと照れてんじゃねえかよ。ランマに抱きつく子たちを見て、あかねの顔色が変わっています。変わってるね。激横プンプン丸だよ。そのあかねの後ろにいるやつら、雑やな。雑。ああ、子たち。おめえは黒バラの子たち。あ、そうそう、黒バラの子たち。嬉しいですわ。ランマ様と二人、異国の地で執念などなど。え？いや、お前は別の学校だろう。ランマったら、知らない。嫉妬やな。コダチ、おめえは他校の生徒じゃねえか。そうそう。あら、お忘れですの。私も校長の娘ですのよ。特権ですわ。特権。このバカ兄弟、特権で使えば何でも許されてる思ってんのかよ。よこせ。じゃあ私と一緒に中国へ行ってくださいます。かな。あ、迷ってる迷ってる。ちょっと見てよ。茜をちょっと見よう。アスルー。ん？子たちはうっとりとした眼差しでランマを見つめています。そこナレーションいるか。わかった。子たち、一緒に行くからそのチケットをよこすんだ。まあ嬉しいわ、ランマ様。ランマ。やばいやばい、ランマやばい。一応アカネに話す。アカネ、勘違いすんな。俺はただの中国へ。何最後ゴニョゴニョ言ってんだよ。あ。燃えたやん。チケットは自然発火して消えてしまいました。チケットは自然発火はしないと思うけどね。見たことがない。どうせこいつの仕業だろう。生徒たちの事情で校長が高笑いをしています。校長見る。甘いです。タッチ子たち。タッチ、タッチって呼んでたっけ。なんで子たちだっけ。子たち、あなたたちも条件は一緒。本物のチケットが欲しくば期末試験で100点を取ることです。ん？期末ってで100点一項目で見る。一応あかんね。校長ね。じゃあ子たち、試験で一番になれば私とランマ様はダディ公認の中ですのね。ランマのだよ。あ、校長。あ、全員と喋らないんだか。この変態校長が。校長。校長、おめえの挑戦受けてやら。俺は何としてでも中国に行かなきゃなんねんだ。
行ってみたい。タオトメランマ、試験の日が楽しみです。試験っていつだ。ランマ、そんなこと言っちゃって大丈夫なの。大丈夫じゃねえな。要するに前科も100点取りゃ間違いなくいけるんだろ。あ、全教科100点無理だこれ。いけない。間違いなくいけるかもしれないけど、乱魔的にはいけない。簡単に言うけど。ほう、サオトメ、憲法にしか能のない貴様にそんな点が取れるのか。お前もだろ。校長、あ、間違った。あかね。クーム、なんか案外難しい。取ってやるぜ、100点をな。おめえなんかには負けねえぜ。誰に喋っていいのかちょっと混乱するな。超巨大な。この苦悩立て脇が貴様のその花っ柱をへし折ってくれるわ。どっちもバカだけどな。では皆さん、当日まで勉学に励むことです。楽しみだな。家に帰る道すがら、ランマの頭の中は期末テストのことでいっぱいです。考えるテストのこととは言ったものな。俺100点なんか一度も取ったことがねえしな。はい、終わった。なんかうまい手はねえかな。頭の良くなる薬でもあれば。頭が良くなるっていうやつじゃないの。その時ランマは塀の下から漂ってくる煙に気がつきました。誰やったかな、あいつの名前。八方斎。塀の下、八方斎じゃねえの。ん？塀の下で誰かが焚き火をしてるぜ。親父じゃね？誰だ？一体ここ喋ろよ。あ、おばば。おばばが一人路地裏で焚き火をしています。いいのか。あ、コロンか。そんな名前だっけ。シャンプーのキーバーちゃんコロンだ。猿の着物のような顔をしてやがる。でも若い時は確かすごい美人だったような気がした。話す。ババア、芋でも焼いてんのか。おや、婿殿か。何か用かの。なんかよ。そうだ、このババアは漢方薬に詳しかったはずだ。薬でドーピングしようと。さすがランマ。頭が良くなる薬知らないか。知らない。頭の薬、婿殿が飲みなさるのか。ちょっと違うな言い方。頭の薬じゃなくて頭が良くなる薬。あ、いやいや、
知らねえならいいんだよ。そうだよな、そんなもんあるわけねえよな。いや、ないことはないのじゃが。頭の薬じゃないよ、コロン。なんだって。天皇丹という薬なのじゃが、しかしあれは確か剣道丹、初めて聞くな。副作用教えてくれ、ババ。おばあ様。剣道丹のことなら確かハッピーが知っていたはず。発泡剤か。発泡剤か。絶対意地悪してくるな。あ、もう移動する。居候してるからな、そういや。ランマとゲンマが居候している。天道家の茶の間です。見る。夜間見てみよう。お湯の入った夜間が置いてあるぜ。なんかのフラグか。親父。早乙女玄馬、俺の親父だ。うん。親父の親友で茜の父ちゃん、天道総雲だ。うん、総雲でかっこいいよね、名前が。総雲。今読むときちょっと悩んだけど。話す。総雲。おじさん、八方斎のじじいはどこで？お師匠様、そういえばここのところしばらく姿を見せてはおらんが。じゃあ親父。ああ、違った。話す。親父、八方斎のじじいはどこで？さて、またどこぞで下着泥棒でもしておらねばよいのだが。もう一回親父。ダメか。じゃあ移動しよう。ん？連打した。もう一回兵の下。おいババ。八方斎はどこにいるか知らねえか。知るものか。話聞いたらもうこれかよ。頭の薬しかもう頭にないな。お。名前何やったっけな。天道家の茶の間です。あ、かすみだ、そうそう、かすみ、かすみ。茜の上の姉貴、かすみ姉ちゃんだ。美人だよね。そういえば、親父はどこへ行ったんだ？おじさまだったら、先ほどヤブミが届いて、それを読んで慌てて出て行かれたわ。ヤムビって今の時代。ヤブミだって詳しくは聞かなかったけど、お師匠様からの手紙だったわ。八方斎か？あのじじいは旅にでも出てんのか？そしたらこのぐらいにしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。はい。